大通りさんプロマーケットの上場も今目指して、はい、頑張ってらっしゃるというふうに伺いました、はい、上場の目的っていうのは企業さんそれぞれにあられると思うんですけれども、こう御社がなぜこう上場を目指すのかというところをぜひ思いの部分を伺ってもよろしいでしょうか。そうですね、企業をやってるということもあって、やっぱもっと信用をつけたいっていうのもあるんですね。どうしてもこの大同製菓グループ の, その、ね、私個人の会社というふうに思われてるんですけど、いやそうじゃなくてやっぱりその世間一般の会社にね、なんていうかな、ステージを上げたいなっていうのがあるんです。で熊本県でもその上場企業っていうのは非常に少ないので、はい、我々こんな小さな会社でもね上場できるんだよっていう、なんかね地域に元気を与えな与えたいっていうのもあるし、あとはですね社員の皆がね多分内心できるわけないだろうって思ってる人もいると思うんですよ。本当にそういうプロマーケットに上場できたら社員の人たちがね一番喜んでくれるのかなというふうに思いますし、まあ、そういうことで、あと、まあ、地域のお客様にももっと元気を与えられていい仕事ができて地域に貢献できるのではないかなというふうに思ってますね。なるほど、いやそうですよね。結構熊本の若い方々もですね、こういろんないい企業あるんですけども、結構福岡の方にこう行かれる方も多いというふうに聞きます。そういう方々にとってもこう、そうですね、あ地元にこんな企業あったんだってなりますよね。私もね、大学は中央大学というところ、ね、東京の方にいたんですけど、ほとんどこっちに帰ってこないですよ。はで、まあ、私九州熊本のですね、福祉部長を仰せつかって来てまして、父母連絡協議会というところの担当なんですけども、はい、ほとんど帰ってきません。帰ってきても、まあ、肥後銀行さんだとか県庁ですね、まあ、あとは税理士さんとかそういうところもあるんですけど、一般企業にこう就職するために帰ってくるというのはですね、皆無なんですよ。悔しいですよね。いやもっとちゃんとね、熊本にもいっぱいいい会社あるんだってもっとアピールをしたいんですけど、その中に上場企業があるといったらすごくね強いアピールになるかと思いますし、ぜひ数年後やってみたいですね。なるほど。結構今日のインタビューを通してですね、もう月田社長のこう社員さんへのあふれる愛っていうのをすごく感じたんですけれども、改めてちょっとあえて聞かせていただきますが、こう月田社長にとってのこう社員さんの存在ってどういう存在だなと思われますか。まあ、宝ですよね、やっぱりですね、うちのですね、宝物ですね、社員はですね、やっぱもう我々大家族主義ということで、まあ、やってますし、本当まあ、残念ながらね、途中辞めていくという人もいるんですけど、やっぱりこの会社でこう、なんていうかな、本当に人生良かったなって思われるような、大同製菓グループに勤めて良かったなっていうふうに思われるように、そんな会社にしていきたいので、まあ社員は家族というか、まあ、宝でもあるかなと、まあ、そういうふうに一人一人になんか気を配ってですね、関心を持って、今後もやっていきたいなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。100年後へのメッセージというのを等身大でいただいてもよろしいでしょうか。そうですね、まず大同製菓に関して言えば、やっぱりこうこれまでね、今63年目を迎えるんですけども、やはり農家の方々にですね、大変お世話になってるんですね。で、今農業というのも非常にこう厳しいと言われてるんですけども、はい、これから先ですね、世界というのはすごく今いろんな戦争もあって状況が変わってきたので、食というのをですね、これからやっぱり、日本人今自給率が 38% しかありませんので、食料安全保障の観点というところを考えてみてもですね、今後自給率を上げていかなくちゃならないと思うんですよ。だから100年後は自給率 100% になって、農家の方が潤って、また本当に日本人がね、野菜果物をしっかり食べて健康になっているだろうと、そう願ってますね、はい、成果を担う一社としてですね。そうですね、グループとしてはどんな会社になっていたいなと。グループとしてはですね、財閥とまではいかないまでも、まあ、いろんなこう事業を職に関わる事業をしながらですね、大きなですね、僕は商社になっていきたいなと思うんですよ。商社、はい、もっと成果物だけじゃなくて魚も扱うと他のも扱うと、
まあ、実はそういう話も結構来てるんですね。だからもう生活に限らず、あの食、まあ、今冷凍食品もやってますし、乾燥野菜もやってますし、ひょっとしたら将来は魚も扱ってるかもしれませんし、ね、肉や米も扱ってるだろうと、まあ、総合商社みたいになってればいいなというふうに思いますね。なるほど、はい、可能性を感じるメッセージありがとうございます。今日は貴重なお話本当にありがとうございました。ありがとうございました。